皆さんこんにちは。お元気ですか？またまたクイズがオーナー終わりました。長くなってごめんなさい。楽しんでいただければしないです。このクイズ。これらがルールです。のクイズ。質問は諸事もあります。8から12秒あります。が頑張って楽しんでください。鹿せんべいを見つけたら即座に食すべし。鹿の体育館を爆破とはさすが元ヤン。いいね、いいね、青春だね。何がいいんだろう。何なんだこの状況は。せっかくの記念日なんだから。半端な弟から言ってやる。これ以上関係ねえ人たちの命を。私はただ一人のドラゴノイドにして、デストロイの二つ名を持つ魔王ミリム・ナウマだぞ。で、ミリム・アイは相手の隠している女子としてこき使いたいからなんでしょ。大切な仲間だからだ。穴を掘るなら天を突く。墓穴掘っても掘り抜けて突き抜けたなら俺の勝ち。儀式、それをやると正式に我が組織の一員と認められるのだ。目指した未来へ、すべての君の線を隠された未来を。やだー。私は大変健康です。そんなわけのわからないもの食べられるはずないでしょう。気持ち悪い。はい、私は大変健康で。他のところも食わせろ。
ある。私が教えてやるよ、夜遊びってやつ。こら、いきなりなんてもん見せた。エッチ、どエッチ。え、潔、ビビってんの？だったら簡単じゃん。こっちもスーパースペシャルになる。フリーレン様ってもしかしてすごくだらしがない人なのでしょうか。毎朝フリーレン様の。アワスバルです、よろしくね。シー君に何すんだ。今度は真っ向からかかってこいや。その前のこういうのやれっつってんだよバカだれ。しぶりだぜ、全力を出すのは。ご飯にする、お風呂にする、それとも、私？しに来たんだよ。死の方か月したことがある。おかずっていうのはあれか、いわゆるあの、うん、ということは、なんですか？山田君が死に際に残したあの言葉はよ、
犯人は康弘だと。可愛らしい女の子、あんな男にいろいろ言いたい放題言われちゃって、今だってひどく傷ついている。おいしい、おいしい、こよこよ、おいしい。上がって上がって、こよこよ、チョコはまだまだあるのよ。まだまだあるのか。本気で言ってるのか。ないな。はぁーちんだよ。ツッコミです。だから何に対する。みんな俺についてこいよ。何が起きるかわかんねえぞ。何？エクスカリバー。私が拾ってあげる、あなたの命、私のために生きなさい。こっちの方がしっくりくるんだ。びっくりさせちゃった。戦士長の背後は私たちが守るよ。どのお菓子がいいと思う？うんうん、ママのおすすめはフルーツタルトです。のものもあるし、あとは盛り付け。